いやー素敵です。ワンズタイムではワンコと一緒に楽しめるスポットも紹介していきます。今回はワンズと岐阜車中泊ぶらり旅。ワンズタイム一行が向かったのは岐阜の観光名所岐阜城。岐阜金華山ロープウェイからの景色を堪能。山頂では飛騨高山ラーメンと飛騨牛のビーフカレーに舌鼓。はい、ということで今回は岐阜城へ行きたいと思います。岐阜城ですね。私たちね、お城巡りをねたくさんやってるんですけども、はい、この岐阜城も、ね、一度行ってみたかったところです。もう素晴らしい景色ですよね。この岐阜の街並みすごい。でまずねロープウェイ向かってます。金華山のロープウェイですね。でロープウェイで上に登って岐阜城を見学してっていうコースですね。岐阜に来たら岐阜城とかね、岐阜公園とか、はい、すごい山の上にねお城が見えましたよ。素晴らしいですね。すごいな、あんなに上なんだね。山の上にね岐阜城が見えました。ほんとね、下から見るとすごいな、あんなとこにあるんだっていう感じですね。ちょっと驚きだよね。なんか見たことない光景だよね。うん、すごい、あの城に攻めたくないよねこの山登るのかみたいな、嫌になっちゃうね。はい、もうそろそろね岐阜公園到着ですね。岐阜公園の第一駐車場に停めました。岐阜金華ロープウェイでは行ってみましょう。かなりね広い公園ですね。今ね車で通ってきたんですけど、かなり広いですね。はい、いや広い広い。あー上から見るね。あ、なんか綺麗。綺麗ね、岐阜公園ね。正面にねロープウェイ見えてきました。あ、岐阜城も見える。あのロープウェイ乗ってね上に上がってきます。本当は山登りしようと思ったんだけどね、うん、時間の関係上かな。あ、そうだね。ロープウェイ乗り場にね、今向かってます。もう書いてあるね、ロープウェイ乗り場って書いてますね。とてもね、今ね、この紅葉時期でね、なんか歩いてるだけで気持ちいいですね。綺麗、綺麗だよね。はい、もみじが綺麗です。はい、素敵なもみじ発見です。いや綺麗だね。はい、ちょっとね紅葉を楽しみながらね公園内をね歩いていきたいと思います。はい、戦国城下町岐阜ですね。はい、お、ロープウェイ乗り場来ましたね。岐阜金華山ロープウェイですね。これですね、営業時間こんな感じですね。今この時期はこれですね。はい、今ね12月の中旬です。はい、ということでねロープウェイ乗るのでワンコ用のバッグの中にみんな入っていただいてロープウェイ乗りたいと思います。ロープウェイ乗るときはねやっぱ抱っこバッグ便利ですよね。アルト君、はい、お手手拭き拭き、はい、完了です。ちゃんとバッグに入りました。はい、チワワとシュナウザー、はいはい、ね、はい、ここでリラックスしといてね。後ろにいるの？後ろにもいるよ。はい、ではでは行ってみましょう。なんかライトアップもしてるみたいですね。はい、これも綺麗そうですね。1月のね20から28だって2024でやるみたいですね。はい、乗り場から乗ってきます。
で、ここで待ってればいいのかな、うん、キャリーが、ね、ない人たちはね、ここでね、はい、ここに借りれるみたいなんで、消毒済みって書いてますね。ペットの、はい、ペットのね、乗車券です。入り口で、おー、なんかすごいいい感じですね。はい、登っていきます。こんにちは。あ、どうも。いらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。はい、あ、こんにちは。お願いします、はい、お願いします。こっちが綺麗。はい、こんにちは。はい、出発です。進行方向を向かって左側をご覧くださいませ。現在岐阜市の人口はおよそ40万の数え、豊かな自然を活用した観光都市として新たな街づくりが始まっております。なお往復乗車券をお持ちのお客様はお無くしになりませんようお願いいたします。お降りの際はお足元に十分にお気をつけくださいませ。はい、ロープウェイはね、最終4時半なんで、それまでにね、帰ってこないといけません。はい、行ってみましょう。はい、リス村もあるんですね。ここはペット入れないんで、きっとね。はい、ここが七曲り登山道の入り口だ。ここはね、登山道の入り口なんで、ここ下ってっても帰れます。はい、こっちもそうだ。あ、そっちもそうだね。百曲り登山道だって。はい、登山道がいくつかあるんだよね。10個くらいなかったっけ。ね、七曲り登山道がこちらで、百曲り登山道がこちら。いろんな登ってくるコースがあるんで、まあ、これもね、あの、毎回毎回違ったコース上がってくるのも面白いかもしれませんね。はい、いろんな景色見せてくれると思います。はい、今日はね、ロープウェイで来てみました。展望台、展望レストランの方行ってみます。行くよ。はい、結構一歩が大きいね。そうだね、階段の一歩がでかいですね。ちょっと疲れてきたな、これだけで。上がってきました。ここがレストランだ。レストランだね。あれ、外も食べれるんじゃないの。何食べたい。俺、これがビーフカレーにしようかな。飛騨牛でビーフカレーでも。じゃあこれにする。で、飛騨高山ラーメンとビーフカレー、外のテラスでね、OK なんで、はい、買ってきたいと思います。外で食べていいってよかったね。はい、それで食べましょう。はい、ちょっとね、テラスっぽいところね、あったんで、こちらはね、OK ということで。はい、私はね、飛騨牛のカレーライス、飛騨牛カレーだね。飛騨牛カレー、はい。で、久美さんがこれ高山ラーメン、うん、高山ラーメンね。はい、いいね。なんか美味しそう。ラーメンとカレー、なんか王道だね。王道だね。はい、スープね。うん、あ、美味しい。美味しそう。うん、うん、なんかやっぱり、うん、麺が細麺だよね。うん、おいしい。いいね、なんか山頂でラーメン食べるのね。高山、山頂ではないでしょ。山頂ね、これからまでも登るんじゃない。そうなの、山頂なのかな。感じ、おいしい、うん、なんかラーメンおいしい。うん、ラーメン食べなかったね、うん、昨日からラーメン行ってたら、うん、ラーメン食べたかったはい、いや、いいね、うん、ちょうどいい辛さかもしれない。うん、うん、あの、甘すぎず辛すぎず食べやすいカレーだね、うん、じゃあね。あ、これいいな、このカレー。うん、飛騨牛がね、これ結構大きいの入ってるね。ね、飛騨牛ゴロッと入ってるね。うん、おいしい。もうカレーってね、いいね。どこの忘れてもなんかカレーが食べたくなるって不思議だよね。うん、
海でも山でもカレーは美味しい。はい、じゃあね、展望台上がっていきましょう。展望台の施錠時間は4時45分です。行くよ、頑張れ頑張れ。いいよ、カノン、いいよ。どうして降りる？迎えに行ったのか。うわ、展望台上がってきました。うわー、絶景です。はい、うわ、これすごいね。すごいね、街並みが、なんかすごい、街の中に山があるの？そうね。はい、岐阜一望できます。すごい、すごい、川が蛇行してるんだね。ね、すごいね。この長良川に正面にね、見えるのはね、金華橋で、奥がね、池田山、伊吹山、池田山かな。昨日いたとこいいんじゃないの？ね、池田山、伊吹山が目の前にね。今ちょっと霞んでますんで、あの辺りから上見るとすごいやっぱ上なんだね。結構上までだって、ね、上がってきたんだね。見上げたじゃん。うん、何、真ん中にさ、うん、違う、鷺山か。鷺山、あの真ん中にポンって。あ、あるね。なんか町の中に山だよ、だって。はい、こちらね、反対側来てみました。反対側もなんかすごい山、綺麗だね。なんか綺麗だね、うん、なんか紅葉がしてるし、うん、空の青さもあって、いや、これ素敵ですね。綺麗です。ここ太鼓櫓ってとこ。あ、本当だ、連太鼓櫓跡。へえ、なんかすごいね。あ、鉄砲のね、あれがありますね。まあ、こっから、うん、いや、向こう側からだろ、ね、向こうからか、逆側からですけど。あ、そっか。はい、今城壁のところにね、行って、まあ、ちゃんとね、あの復元されているので、いろいろと、あれ、はい、赤い橋を渡っていきます。なんか下の方が緩やかだった、うん、かな。はい、ワンズはね、こういうとこ大好きなんですね。階段とかね、山とか。はい、だから今日元気いっぱいです。はい、二の門周辺の石垣ってね、書いてありますけど、いろいろ説明が書いてるんでね、これを見ながらね、回るのも楽しいです。イノシシ出るんだね、はい、さっきから書いてあるね。はい、イノシシ注意って言われますよ。はい、イノシシって来たら逃げましょう。福山大王、うん、はい、厄除けですね、福山様。そして、はい、正面に見えるのね、岐阜城です。あ、本当だ。はい、岐阜城。はい、こちらが岐阜城です。なんか楽しいね。ね、城は外から眺めるのも結構ね、いいですね。ね、でもさっき天守閣からの眺めが最高だって言ってたじゃん、うん、素晴らしい。まあ、でもあそこの展望台からでも最高だったよ。あ、まあね、うん、でもね、ワンズと一緒にさ、うん、行けるところまででも結構いいとこあるよね。そうだね、さっきの展望台も行けたし、この城の周りとてもね、景色いいんで、天気のいいとこに来るとね、とてもいいと思います。いや、ここからの景色最高。ほら、はい、岐阜城、ドドーン、どん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 。いや、すげえ、ここからやっぱ最高に景色いいんじゃないね。綺麗、岐阜城です。ここも登山道。あ、本当だ。そしてね、岐阜城に上がってきます。いや、すごい紅葉もあるからね、いいね。ね、天守閣はね、ワンズと一緒に入れないので私だけ、はい、見学していきたいと思います。上り、ね、いろいろね、説明書きがたくさん書いてあります。はい、岐阜城ね、入城記念スタンプ、岐阜城入城記念スタンプをしていきます。はい、では押していきます。
天下風押せました。でここはねもう一つこっちのね、あ、岐阜城ね、次天下風のハンコです。はい、押せました。わあ、なんかすごい、今ね階段上がってきました。わあ、はい、今屋上到着です。すごい天井にね、ああすごいね。ああ天守、ああ綺麗。はい、ということでね、天守閣上がってきました。一望した景色がこちらです。すごい、いやー長良川もね素敵ですね。いやー素敵です。回ってみましょう。うわー、こっち側も綺麗ですね。はい、目の前をね長良川が、素晴らしい景色です。お待たせしました、ワンズ。はい、まあね城の上良かったです。はい、じゃあお散歩の続きしましょう。かわいいです、猫がいました。はい、ロープウェイ乗り場。はい、またねロープウェイ乗って帰りたいと思います。すごいな、すごい石垣だよね。うん、ここ攻め入られないね。ん、攻め入るの大変。そらそうだよ、簡単に攻められちゃったらね。ここにね井戸がありました、本丸井戸。いやなんかすげえな、岐阜城本丸井戸。なんか本格的な井戸っぽいけど中はね見えません。ここから見る天守閣はこんな感じ。トリックアート、あ、扉を持つようにね取っていいよってことね。これがね、あ、はいはいはい、これを開けるようにって。ああなるほどね、そういうことね。ああこうね、そう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 、こうか、そう。はい、動画で撮ってみようか。こう、そう、扉をギーって、トリックアートです。見える、見える見える。はい、扉開けてます。トリックアート結構楽しいよね。楽しいね、意外とね。はい、ということでね今降りてきたんでね、こちらの五条院もね、はい、ゲットしていきたいと思います。これが限定のとさっき言ってたじゃん。ああそうね、記念五条院、はい、1111枚限定の記念五条院があるみたいです。はい、稲葉山城、岐阜城、加納城ね、はい、3枚セットですね。記念五条院セットこれだね、うん、はい、はい、せっかくなんでね記念五条院をゲットしたいと思います。いやすごいな、おめぐコーナーですね、たくさんおめぐってます。ヒダ、サルボボね、有名だよねヒダね、はい、よくある、よくある、うん、そうね、サルボボ。ね今ロープウェイ降りてきたんですけども、公園の中を散歩していきたいと思います。はい、紅葉がねいい感じなんですよね。いろいろすごい広い公園なんでね、綺麗だね。うん、ここ綺麗、なんかあの庭園がすごく綺麗だよね。うん、ちょっとここ写真撮ってみようかな。はい、下でいいよね。いいよ、庭園が綺麗です。
信長、織田信長居館跡ということでね、はい、今来てみました。いや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 、結構素敵ですよ。このままこのカメラで入ってみます。紅葉が素敵ですね。岐阜公園の、ね、周り歩いてます。あ、お、ありました。お、はい、信長の像です。すごい、後ろにお城が見える。おお、かっこいい。すごいシチュエーション、これ。ワンズタイム、いかがでしたでしょうか。岐阜車中泊ぶらり旅、岐阜の美しい景色、美味しいご当地グルメ堪能できました。今後もバンズと一緒に車中泊しながらぶらり旅をする予定です。お楽しみに。励みになりますので、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。